パカサヤだよ。パカリサだよ。サヤリチャンネルです。はい、今回はやっぱ春といえばスクバでしょ。そうでしょ。ということでスクバを新しく買い替えました。で、こっちにあるのがサヤの旧スクバで、こっちにあるのがサヤの今スクバです。まあ新ですかね。で、買い替えるにあたってみんながね、何のスクバを使ってるのか、またね、今年もアンケートを取ったので、それはね、一回皆さんにご説明したいと思います。で、こっちのリサの方にあるのが2022年、去年のね、スクバのブランドのランキングです。やっぱりね、1位はノースフェイスですね。あとはアディダスも意外と多い。で、ちなみにね、去年のこのね、ランキングには入ってないんですけど、うちが買ったのはニューエラです。中学の入学のね、タイミングで買いました。ここにあるやつだね。で、今年2023年に取ったアンケートの11位から20位までのやつはこちら。ロキシーが4位だったのが今年11位になってるから、ちょっとね、多分下がったのかな。あとはリーとかチャンピオンがね、下がってるかなって感じだね。あとはさ、20位のマーク・ゴンザレスとかね、結構好きですね。やっぱバナナ入ってるからですかね。あー、でも結構授業中とか食べれるから、私的にはすごい好きです。じゃあ次はね、今年の2023位の1位から10位なんですけど。多くない2023位。じゃあ、じゃあ次は今年の2023年の1位から10位です。大丈夫かい。それがこちら。今回は学校指定も、去年はね、含んでなかったんですけど、入れてみました。やっぱね、ノースフェイスが一番多いですね。なんかでも、あんま変わんないね、去年と。お、ニューエラが9位に入ってますね。で、その他のブランドはこちら。無印とかもいるんだね。うん。あとシーイとかもいるね。去年はいなかったかも。あとはちょっとね、番外編になっちゃうんですけど、マイケルコースとかヴィトンとかありました。金持ちやね。去年もね、ヴィトンあったんですけど、もしかしたら同じ人かもしれないです。あとはカーハートとかミルクヘドとかビゴーとか。まあスクバではないんですけど、うちもね、ミルクフェドのリュック使ってます。あとはね、サヤはカーハートのね、リュックなんですけど、これはね、塾に使ってます。可愛くない？シンプルだよね。はい、で、あとはちょっとね、謎なんですけど、桜フラペチーノでちょっと学校行ってる方とかもいました。あとちょっと段ボールとかもいましたね。あとウーバーイーツみたいなのとか、分かりやすくて結構伝わりましたね。ちょっとね、クセ強めのね、方もいたんですけど、アンケートのご協力ありがとうございます。で、新しく買ったね、スクバを見せる前に、昨日まで使ってたスクバをお見せしたいと思います。それが、じゃん、これです。これはね、ニューエラのやつなんだけど、で、まずいいところはめっちゃマッチがあったから、これめっちゃ入れやすかったです。で、結構友達がね、部活ない子でもサブバとか持ってきてる子多かったんだけど、絶対これ1個で収まります。まあ、部活ある子はサブバ必要だけど、学校のは全部これで収まります。確かにこれ1個だったもんね。うん。で、さち出てきて。フォーちゃんです。やめたれ。 Google Pixel の消しゴムマジックみたい。それで、うん、じゃあこれはここのね、チャックは結構活用化できて、うん、あの家の鍵とか、お守りとか入れれました。あとサイズ的にね、携帯がちょうど入るので、アウト。学校以外で使う人とかはいいかもしれないですとか、携帯 OK な子とかめっちゃぴったりです。で、2番目はね、こういう形なんですけど、これがね、めっちゃいいですね。ここに入れるんだけど、こことかは、すぐね、取り出せたりとかできるから、めちゃくちゃ良かったです。あとね、ここにもね、チャックがあって、私これはあんまり使わなかったんだけど、多分絶対使い道あります。で、3つ目のね、ところはあるんですけど、ここはもう本当にめちゃくちゃ入るから、服とか多分10着くらい入るんじゃないかなってくらい。すっげー入りますね。今タブレットとか、私はね、絶対ここに入れてました。皆さんね、パソコンとか持ち歩く方もしいたら、こことかもっといいかもしれないです。ちょっと大きめのノートとか私入れてましたね。テーマはね、このね、横にもあります。で、あとね、ニューエラーのマークもあります。あとここと
ここです。で反対にもねポケットはついてます。でここからはなんで買い替えようと思ったかを説明していきたいと思います。でやっぱりこれはやっぱりちょっとかさばります。でやっぱりねこのねバックルを閉めたらある程度はねちょっと短縮できるんですけど、もうまあめんどくさがり屋な人とかは多分私もそうなんですけどずっと外してる状態だと思うんですね。そうするとやっぱりちょっと廊下とかでちょっと邪魔になってしまったりとか、そういうところでかさぶるなって思います。でまあねここを止めちゃってもいいんだけど、そうするとねチャックがこれ以上開かないから半開きみたいな、開けるとしても半分しか開かないからそこは難しいところだと思われます。あとはでやっぱり自転車で走ってる時とかカゴに入れる人とかはちょっと入れづらいです。まあしょえばいいんですけど、あとシンプルにこのマジックテープがまあ結構強力すぎるので、私握力9あるんだけど握力9じゃ無理です。だからまあ握力もうちょっとあったら私もこう使えたんだろうなっていうのはあります。私ここは開かずの扉で1年間過ごしちゃいました。一回友達に開けてもらって水筒を入れてた時期もあったんだけど、水筒を抜いた時にそのハンドみたいなのでこう閉じちゃうから一人でこれは使えなかったです。でちなみにねここですね、ここほら結構ね強力なんですよ。普段からめっちゃ大量に入れる子とか、まあ、バッグ一つで完結したいって子とかは本当にめちゃくちゃいいです。でもあとやっぱ入学してすぐは結構どのぐらい荷物を入れるのかっていうのが分かんなかったから、一応ちょっと大きめの買ったっていうのはちょっとあるかもしれないです。てかさキーホルダーつけすぎじゃない？でもこれでも取った方なの。てか生活してたらなんかどんどん取れてっちゃった感じです。まあ、でも新しいスクバに多分付け替えるからとりあえずどれくらいあるか外してみようか。うん。で今つけてるのはこういうねモフモフのぬいぐるみ3つと1つのやつにぶら下がってるキーホルダーとかがあります。はい、じゃあいよいよ新しく購入したスクバを紹介していきたいと思います。それがトゥルートゥルーこちらです。テレーじゃんスポのリュックになります。はい、これめちゃくちゃ可愛いですよね。でジャンスポの順位は去年6年、今年7位です。今日大丈夫か？気に入ったポイントを紹介します。一番の決め手はここです。一つがこのマークがめちゃくちゃ気に入ってます。いや私ね結構街を歩くんですけど、私結構通学とかしてる時に同じ中学校じゃなくて別の高校生とかも歩いてるところを通るんですね。その時に制服にこの紺のやつがめちゃくちゃ可愛いと思ってっていうのが1個の決め手、高校生のお姉さんが可愛い。でもう1個の決め手はここのチャックなんだけど、これね編み編みになってて、これねこういう感じで編み編みになってて、私結構キーホルダーをねどちらかというとつける方だから、こういう感じでねたくさん入れたら絶対にね可愛いと思って、これがもう1個の決め手です。そうでまあ、1個には限らずねたくさんこれ可愛いなと思って買いました。で他のねポケットの部分をね紹介していくんだけど、まずここにポケットがあってこういう感じ、これが意外とね結構入るんですよ。ここになんか釣り竿みたいなのがありますなんか引っ掛けられるんだろうね、きっと鍵とかに使うやつかも。でそれがねこの中に垂れ下がれるようになってます。でそこの隣にはこのくらいのねペン入れが 1,2,3 個ってあります。学生さんとかにはいいですね、すぐペン出せるから。なんか中グレーだから見やすい。そうだね、中黒いじゃないですね、グレーになってます。明るいから。でまぁ、ちょっとなんか柄みたいなのがあります。なんかリュックの柄かな、めっちゃよく見たらあります。結構むずいね、最初は難しいですよね。なんか最初はさ、なんかチャック固くなって、なんか使うとなんか柔らかくなってくる。でここのねチャックもあるんだけど、それはこのくらいあります。こういう感じで、ちょうどねこの iPhone14 が1個2個入るくらいですね。そしたらここ開けます。ありがとう。でここがねまず1個大きいねポケットなんだけど、ここのね一ちゃん下まであります。マチはねこのくらいあります。うちの鼻くらいわかんないから。みんな次はここ、まあ、一番真ん中の大きいポケットはこういう感じで下まであるんだけど、
町は、あ、結構ある。町はね、このくらいある。超あるやん。うちのこのくらい。いいし。もう変わる表現しなくていいって。これはやっぱ一番大きいから、教科書とかメインのもの入れるといいかも。で、まあね、これで終わりかと思いきや、いっちゃん後ろに、平らポケットがあるんです。で、チャックはね、上、ここまでしか開かないんだけど、町はゼロです。って感じ。だから、例えば、パソコン使う方とか入れたりとか、今ね、今時はタブレットっていう、もう学校でね、使えるようになってきてる学校もあると思うんですけど、そういうのとか入れるのいいかも。でも、町もないから、なんか、使わなかったら別にこのままでも良さそう。で、あとね、サイドはこっちはなくって、こっちは飲み物のポケットがあります。で、まあ、リモコンで表すとこんな感じ。あと、これも編み編みだからいい。うん。で、一応ね、ここゴムになってるから、水筒大きなやつとかもね、入れれそう。で、裏は、ここがね、カーブになってます。で、私ね、これ去年、ジャンスポ可愛いって思ったんだけど、ここのね、カーブでやめちゃってたんですよね。なんだけど、なんか体がね、でかくなってく。ので、そしたらね、なんかちょっと合うようになりました。だから、ちょっと体身長低い子とか、そういう子はね、ちょっとあれかもなんだけど。ちょっと、ちょいないでしょ。ちょっと、ちょっと、ほら。まあ別に。大丈夫。ここにジャンスポって書いてあるの可愛くない？ここにね、ジャンスポって書いてあります。これめちゃくちゃ可愛いです。うん、マークは今ね言ったところとここ以外はないです。あとね、これもあります。で、同じものをね、買いたい方に注意事項なんですけども、これなんかお店行った時に、私紺の部分が黒で編み編みがあるやつと、ここね、紺で赤なんだけど、この編み編みがないやつの2種類あって、それでどっちも良くってめっちゃ悩んで、他のね、やつね、ネットにないかなと思って見たところ、これがあったので、それを買った感じなんです。で、ちなね、購入先はゾゾタンです。で、見た目一緒なんだけど、サイズがね、小さいやつあるから、それはガチで気をつけてください。ちゃんとサイズのね、ところまで見て買うようにしてください。これは34リットルで、ビッグキャンパスっていう名前です。じゃあ最後にね、リュックね、比べたいと思います。はい、こんな感じです。でもなんかこっちの方が軽いんですよ。そうね、重さはめちゃくちゃ、うん、両方ね、中身入ってないんだけど、重さ的にはこっちの方が倍くらい重いです。で、横はこっちがね、これをした状態で、こっちは足でこんな感じです。でもこれを外したら、もうちょっとこっちはね、でかくなります。あんま入る量は変わらないのに、大きさはこんなにね、違います。ちなみにね、こっちのね、タイプ欲しい方は全然まだ売ってるので買えます。ここにね、大きくニューエラってね、書いてるやつもあります。カチャ卒した？カチャ卒した。最初はつけてたんだけど、もうね、外してます。だからカチャ卒です。なんかちょっと不安だな。はい、じゃあ今回はね、新しくなったスクバとその他ね、もろもろ紹介しました。ぜひね、参考にしてくれたら嬉しいです。皆さんもね、スクバね、いいのあったらぜひコメントに教えてください。ということで、教えてください。教えてください。いいて。はい、ということで、この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。バタン。バタン。